私は今日本国内にして外国と言われている大阪の中でもちょっと気温が高めの南に来ております。噂に聞きます、大阪のおばちゃんは実際に生息されているのか、早速探しに行ってみたいと思います。すみません、あの桜テレビのインタビューなんですけども、ちょっとよろしいでしょうか。テレビ、いやいや、もう恥ずかしい。どうも。大阪の方ですか。見えへん。こう見えて大阪で生まれ育って早20年あ、そうなんですね。突っ込まへんのかい。失礼しました。いえ、とんでもない。あの、はい、大阪のマダムのバッグには常にアメちゃんが入っているとお聞きしているんですが。ちょっとあんた単純やな。みんながみんな持ってるわけやないよ。黒人にもリズム感が悪い人がいるみたいに、大阪のマダムいろいろやからな。いろいろあるんですね、うん、はい、アメちゃん。ありがとうございます。よろしく上がり。いやでも、ヒョウ柄の服は着られてないんですね。着るときは着るけど毎日じゃないよ。私らだって気分とか TPO っていうのがあるからな。 TPO で、今日はこれな。これなんぼに見える？え、この間小浜の商店街で目をってバン。ええもん高いもん当たり前やん。でも私らはそれでは動かん。バン。だいたいヒョウ柄は毛皮の代わりや。バン。安うてゴージャス感がある、そこがポイントやで。参りました。何がいいの、何も勝負してへんがな。うわー、やられた。フェイントや。お主やるな。